お前ね、熱いものをいきなりそうやってテーブルの上に乗せれば漆が剥げるんだよ。そんな細かいことどうでもいいじゃん。剥げてからじゃ遅いんだよ。1枚やってない、伊藤さんに1枚ああ歌松さんにらんでるよ、うん、あの恨みが恐ろしいんだよ。はい、次は誰。はい、楽太郎さん。お前な、うん、熱いやかんを直テーブルに乗せたら漆が剥げるだろ。ごめんなさい、剥げてからじゃ遅いんだ。後で円楽さんに電話するから。いつけんの。はい、3問目。